はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。2時20分を回りましたね。日が入ってましてまったりとしています。眠たくなったら寝てやろうと思うんですけど、眠たくなりませんね今日ね。結構ね、どうでしょう、起きたら10時頃だったんですよね。いや一回ね7時頃に起きてたんですよ。それで30分ぐらいは起きてたんちゃうかな。もう起きようかなと思ったんですよね、そのラジオ時点で。もう起きてですね、今日はちょっと早いけど事務所に行こうかなって思ってるうちに寝てしまいましてですね、その次起きたら10時だったんですね。ほんでここに着いたのが11時回ってましたね。もう11時半頃でしたね。うだうだとしてましたから。ウィークデーなんですけどね、もう私世間から忘れられてるんでですね、何にも電話も返ってこないし、まあ今日メールはねちょっと来てましたけど、もういいんです別に。はい、こうのたのたと生きてますんで、ですんでですね、眠たくならないんです。さすがに10時まで寝たら、まだ起きてからですね4時間5時間経っていないわけですから、眠たくならないやという感じですね。なんか日が強くなってきて嬉しいわ。千代田区24度、この部屋も24度ですね。はい、行きましょうか。コリアウェーブといいまして、 AFP がですね、これ私の理解ではですねフランス系の通信社なんですけど、日本語サイトを作っていただいている上にですね、さらにそこにですねコリアウェーブというですねコリアに特化したサイトまであるわけですね。うわーねー、これこんなんやってね、そのどう言いますかね、採算取れてるんかなという気がしますね。まあいいんで、もう僕はねただ見るだけなんでね、別にサービスを受けてる方なんで、いいんですけどね。こんな記事が出ています。これは今日のですね15日ですね、12時に出た記事で、韓国の殺人事件で容疑者が名門医学部学生であれば何が起きるか、改革韓国記者コラムというんでちょっと読んでいきますと、ソウル、ガンナムにあるいわゆる江南地区ですね、建物の屋上で6日午後、20代の男性が同い年のガールフレンドを、殺害するという事件があった。悲劇であり残念な出来事だ。しかし殺人事件が毎日のように報道されるからだろうか、報道する記者もニュースに接する読者も殺人事件が起きてもさほど大きな衝撃を受けなくなっていると。日本でもね最近那須の方で河原に捨てられていた宝島さんというですねご夫妻の報道が連日ありますけどね、殺人事件もものすごい少ないですね。ただその容疑者が名門大学の医学部学生と報じられてから世論は動揺した。そこに大学修学能力試験修納、日本ではセンター試験ですで満点を取ったとあれね満点取れるんですって、日本のセンター試験でも。特に数学なんか満点取りやすいっていうのね、という情報も加わって続報には医学部学生という言葉が前面にかけられるようになった。オンラインコミュニティにも関連する書き込みがあふれている。これはまあ置いといて、1年間に韓国で発生する成人の行方不明者は6万人以上って結構多いんちゃいますか。で、この中でですね、そのね、20代の青年は医学部学生の孫子だった。国全体が、これがですね、21年4月25日に失踪した、ある一人の20代の青年は孫子という人ですね。国全体が気をもんで、孫子の無事帰還を念願したというのは、なぜかというと、医学部の学生だったからです。日本でね、医学部の学生が失踪しても別にこう話題にはならないと思うんですけど、向こうではなるんです。まあね、結局彼はですね、ハンガンで遺体で発見されて事故死だった。にもかかわらず疑惑が相次いで、真相究明を求める声が絶えずと。なんというかね、ちょっとこれは日本人に理解しがたいと思うんですけども、ものすごい偏差値進行があるんです。で、大学受験というのは、日本でも人生の一大イベントですけども、ですね、向こうはもっとすごいんです。もうそれで人生は決まるんです。だから、ちょっとでもいい大学に入ろうと思って、みんな一生懸命になるんですよ。
で日本とほぼ同じシステムなんですね、大学受験っていうのは。なぜ日本のまねっこばっかりしてる国ですからねほぼ日本と同じシステムなんで、でそこで失敗こいだらですね人生終わるわけであって、成功したらですねもう素晴らしいわけですよ。だからあの日本もね、そのどこの大学出たっていうのはですね、まあ、割合重要なアイテムになりますけどもですね、もうおっさんだったら関係ないでしょ。40、50になったらですね、学歴っていうのはあの酒のつまみたいなもんですよね。で話題にならないことも多いですしですね、あの最近学歴話をしたなと思うのは、某有名出版社のに関連するライターさんが2人ねここに来てね、だべってたんですよ。で、あのお宅の編集部って最近なんかあったやん、いろいろと、とあれはあの東大好きの某次第ですね、某次第出身者がですね東大好きを部下に集めていじめてたっていうのがですねあのまあサイドストーリーとしてあるんですけど、そんな話大盛り上がりしてたんですけど、あの笑い話なんですよね、まあ、ある程度まで行ったら。日本では学歴というのがですね、もうだって関係ないやんな、45時になったらおっさんたちは。もうみんなその自分が何をしてきた、何ができるで生きてるわけでしょ。でも向こうはねすごいんですよ。もうそれでこう卒業後もそうですし、学生の時もですね、あのセンター試験で満点取ったとかいう人はもう特別扱いなんですよ。あのセンター試験で満点は取れるでしょうし、ですね、取る人もいるだろうし、でもそう秀才ですよね。日本でも尊敬はされますよね、秀才って言って。尊敬はされますけど別にそこまででしょ。秀才が必ずしも天才ではないわけですよね。天才は天賦の才を持った人であって、まあ、ギフテッドと言われてる人であってですね、まあ秀才と多少は重なりますけど、まあ一致はしないわけであって、で日本で尊敬されるのはやっぱしこう天才、まあ秀才も尊敬されますけど、あの天才みたいな人も尊敬されますよね。あのノーベル賞を取るような人ですね。ノーベル賞を取るっていうのはですね、偏差値が突き抜けて高い人ではないんですよね。あのひたすら自分の研究に邁進して結果を出した人であって、大半の人は出せないわけですけど、その研究というのは大体報われない研究なんですよね。なんて報われない研究を何十年もやって結果を出した人、まあ、たまにはですね江崎レオナさんみたいに数年で結果を出した人がですね、あのノーベル賞を取る場合もありますけど、でも始めた頃は報われない研究ですよね、大概が。向こうはですねそういう感覚はないんですよね。でひたすらこの秀才を好むというの傾向があってですね、だから秀才がですね殺人事件の容疑者になったりとか、行方不明者になったりすると大騒ぎする。ちょっと価値観が違いますね。でちょっと気持ち悪いですね、彼らの、彼らの偏差値思考というのが。なんていうのかな、アメリカでもね秀才思考はありますよ。僕の大学の先生って秀才思考やったんですよ。アメリカでですね学部を出て、イエールで PhD を取った人であって、秀才が大好きでした。で僕の先輩たちもですね、先生の後継いだのは秀才タイプですね。何年か前に私が本を出して先生に送った時に、秀才でない千原君って僕の本名ですけど、うわこんな本を書いたとかって大びっくりされましたけどすいません秀才でノーテッもう申し訳なく思いました。私は秀才タイプではないんですね。でも、もううちの先生も秀才大好きでしたから、アメリカでもやっぱり秀才好きねんなという気はしますけどね。あのエリート社会ですからね、アメリカも。でも僕は全然関係ないですけど、ノーベル賞を取るような人っていうのは秀才かつ天才なんですよね。お隣さんはその天才タイプを排除するんですよ。天才タイプって変わってるでしょ、変人でしょ、はみ出てるでしょでも日本はそれを許容するだけの寛容さがある社会だと僕は思ってるんですけど、お隣さんにはそれがないんですね。この辺がですね、なんかこうなんていうかこう許容力がないなというふうにいつも思いますね。だからですね、いつかは出ると言われてはいますけども、お隣さんからノーベル賞が出るのはまだまだ先の話ではないかなと。
少なくとも目先のですね金になる研究ばかりやってる国ですからですね、当面ノーベル賞は出えへんのちゃうかと。でいつまでもたっていつまでたってもですねこのいびつな偏差値進行を改めない国というふうに思ってしまいます。この AFP の今ちょろちょろって読みましたですねページアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。